本日はこちらのダイソーから出ているクラッシュフォローを使ってデザインを作っていきたいと思います。はい、ではベースを塗った状態から始めていきます。では人差し指と薬指にこちらのベースをもう一度塗っていきます。はい、ではこの上にこちらの2色をのせていきます。なるべく乗せやすい平らなものを選びながら乗せていきます。はい、では一旦ライトに入れます。ではこちらの上にベース&トップコートを塗ります。はい、ではライトに入れます。はい、では一旦こちら拭き取ります。はい、ではこの飛び出たホロをなだらかに削っていきます。では一回拭き取ります。はい、ではまたこちらのベース&トップコートを塗っていきます。はい、ではもう一度のせていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではもう一度トップコートを塗ります。ホロが覆えるぐらいちょっとたっぷりめに塗っていきます。ではライトに入れます。はい、では拭き取ります。
てはもう一度引っかかりをファイルで削っていきます。ではダストを拭いていきます。はい、ではもう一度トップコートで凹凸を埋めていきます。ではライトに入れます。はい、では次にこちらのホワイトジェルをパレットに出して使います。ではこちらの平筆で模様を描いていきます。ではこんな感じに模様を入れていきたいと思います。ではこの線の下をぼかしていきます。はい、ではこんな感じでライトに入れます。はい、ではもう一度線を濃くするために少しずつ乗せていきます。ではもう一度この上の線は残しながら下を動かしていきます。はい、ではライトに入れます。はい、ではトップコートを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、こちらで人差し指と薬指のキラキラ大理石ネイルの完成です。では他の3本も塗っていきたいと思います。ではベース&トップコートを塗っていきます。
では次にこちら白のジェルを垂らします。次にこちらの平筆を使ってマーブルを作ります。はい、ではライトに入れます。はい、では中指と小指にも塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではこちらの上にこの100円ショップで売られているシールを載せていきます。はい、こんな感じにシールがつきました。ではこちらをトップコートで仕上げていきます。ライトに入れます。はい、こちらで完成です。人差し指と薬指のキラキラ奥行き感のある大理石ネイルとホワイトマーブルで爽やかなネイルの完成です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。